行くで。 行くで。
こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。 大将、こいつにも適当に見繕ってやって。いい。こんなご時世だ。10万するフグの懐石だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんをあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。 なんだよ、最初の一杯っきり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。<笑>もう2年にもなるか。お前との付き合いも、なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島の兄弟が何でお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。フフ<笑> まあ、わけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らった奴は必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れずなぶり殺しにされることもある。お前は穴蔵行きっていう、その最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。 だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を、島の和あそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より一度穴蔵に落としたやつを、あの島のが救うとはな。だが島のがお前を許したかといえば、そうでもない。穴蔵から出たお前は波紋も絶縁もされずに、極道の世界から追放された。 そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野が、なんでそんなに回りくどいことをしているのか。奴の目的は、一体何だろうな。さあ、俺が聞きたいくらいや。<笑>案外理由は単純で、 ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場界に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんなバスに耐え続けてまで。 冴島大河だっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。
18人殺しの冴島大河か。東条会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃。結果相手組員18人を射殺したんだからよ。東条会の生ける伝説。こっちでも随分話題になった。けどその冴島も今や無所の中。18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために東条会への復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？ あ、なんでもない。もう覚悟の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、東条会でのし上がらなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。東条会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるつ。ははは。 泣ける話じゃねえか。なあ。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ、俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ。 もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや。お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前人を一人殺せるか。殺し？ああ、そうだ。 なんで俺がそんなようなことを。言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。オデッセイから望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。 何やと。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ。俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんよ。牧村誠。 聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせてその上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。 やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるん。それを調べるのも仕末のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すっちゅうことか。仕事の期限は2日だ。 それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。 殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが18人殺そうが
成人を殺そうがクズを殺そうが人殺しは人殺し。やった瞬間、真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。やったるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで。あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ。食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。あの、なあ。はい。何やて？
よ。気に入らんのや。なんなんや。そぶ金欲しさやって。許してください。
や。
やるんかい。 いらっしゃいませ。 ありがとうございました。
やって?
寄ってきませんか？